M134 は GE 社製の口径 7.62mm の機関銃。同じく GE 社の製品である M61A1 バルカンを小銃弾サイズにスケールダウンした小型軽量版でこの開発経緯からミニ軍の通称で知られる。最大で100発秒の発射速度を誇り生身の人間が被弾すれば痛みを感じる前に死んでいるという意味で ペインレスガンとも呼ばれる。M134 はアメリカ陸軍の形式名称で、アメリカ空軍ではガウ -2BA、アメリカ海軍ではガウ -17A と呼ばれている。M61 バルカンシリーズと同様に6本の重心を持つ電動式ガトリングガンであり、毎分2000から4000発という単重新機関銃を遥かに超える発射速度を持つ。 初期は毎分6000発だったが、あまりにも速すぎて、弾薬の消費が激しい上に作動不良が多発するため、発射速度が下げられた。ベルトリンクに見える部分は、球弾ベルトで、この中を通って弾丸が相談される。主な用途は、軍用ヘリコプターの地上目標に対する制圧射撃用であり、側面ドアの重火に装着されて、ガンナーが射撃する。また、 一部の攻撃ヘリコプターでは、機種のターレットや機体側面のラックに搭載されるなど、固定武装として用いられる。ベトナム戦争においては、輸送機を改造した AC-47 や AC-119 に、複数搭載されガンシップの武装となった。従来の重機艦銃のように、三脚を備え付けて、地上で使用することも可能である。一部の特殊部隊では、 ハンビーに搭載している。本体重量だけで 18kg もあり、加えて多数の弾薬と作動に必要な大容量のバッテリーが必要となるため、一人の不評による蛍光兵器としての使用は非現実的である。また、手で構えての射撃にしても、実弾発射時の反動及び振動が人間の体力、体重程度では到底制御できるものではなく、不可能である。 そのため、二人以上の不評による蛍光運搬を主眼と置いた M134 の派生型の一つとして 5.56X45mm、ナトー弾仕様の XM214 が開発、試作されたことがある。それでも、なお、重量型、反動が強烈すぎるなどの理由で計画中止となった。アメリカ以外の使用例としては、イギリス海軍において、 水上の脅威に対する標準的な装備とされ、小型のものでは、揚陸艇。一般の艦艇では、フリーゲート艦から大型の揚陸艦まで複数が、銃座に必要に応じて搭載されるほか、ヘリコプター等にも搭載することがある。映画などのフィクションでも人気があるが、伊手が単独で傾向し、手で構えて撃つという現実とは異なる描写がなされ、誤解を招くことも多い。 映画に登場するような形態型は実銃を改造した撮影用のプロップガンである。ただ、これを使用する登場人物はサイボーグ、あるいは人間型ロボットであると設定されている作品も多い。また、登場人物が常識外の怪力であることを表現する演出として、現実ではありえないのは承知で用いられる場合もある。毎分の発射速度が速すぎて、 フィルムでは火を吹いているようにしか見えないため、発射速度を下げて撮影されることが多い。UH-1 はイベノムに搭載された GAU-17AM-134 を搭載したハンビー集定に搭載した M25 モッド0で、実弾演習を行うアメリカ海軍特殊部隊の兵士連続発射で灼熱した重心実物からして電動であるため、必然的に 伝道眼となる。ありがとうございます。